エーペックで、マオカラースーツを着用する、安倍晋三ら各国首脳マオカラースーツとは、立襟の背広服の上下人揃いを言う。ブレザーと同じく略霊装とみなされる。マオは、中国の模様卓頭に由来する。日本国外で、国民服、学生服に似せた背広を製作したのが始まりだと、言われている。日本では、上下人揃いで着用するが、 日本国外ではスラックスを、昼夜の礼服に変えたり、血のパンツやジーンズに変えたりと、その限りではない。英語圏では、インドのジャワハルラールネルーがよく着ていたリツエリの上着に、ちなんで、ネルージャケットと呼ぶ。ネルーが着ていた服は1940年代以降に、インドで開発された。インド人の政治家や、官僚の中には、イギリス風の背広よりもインド風の服を着ようという。 物がいたが、従来のアチュカンなどの上着は、長さが、膝まであり、機能的ではなく、アチュカンの丈を腰あたりで切って背広風にしたものが、ネルージャケットの由来とされる。インドでは礼服などとして用いられるようになり、1960年代以降に、東洋への関心が高まる欧米にも導入された。中国では、中国立襟の人民服などと呼ばれている。 日本では、馴染みの薄い服装であり、見た目の形状が、学ランに酷似していることから、学ランスーツと形容する言い方をすることが多い。着用者は、政治家の羽田つとむ、雄一郎親子、マジシャンのミスター・マリック、料理研究家の服部トリ・を、キ談家の稲川淳二、プロレスラーの橋本慎也、俳優の笹井栄介といった一部の著名人や、暴力団関係者など、 以上に挙げられるような特殊な立場のものにほぼ限られており、一般人には全くと言っていいほど浸透していない。ビジネスパーソンとしては、アジア有数の大富豪である馬雲が愛用している、ことでも知られ、ファッションデザイナーの小西義幸は、馬のようなマオカラー愛好者を、マオラーと呼んでいる。マオカラースーツを着用した、服部幸を。ありがとうございます。